杉並区からの話題です。区議会開催を前に区長記者会見が行われ、岸本聡子区長はその中で雨水流出抑制対策について述べました。これは今年度の目玉事業として位置づけられた取り組みの一つで、水害を減らすためにグリーンインフラを活用しようというもの。グリーンインフラとは、自然が持つ多様な機能を社会課題の解決に活用しようという考え方のこと。例えば降ってきた雨水を家庭の庭などで浸透させる雨庭もその一つです。区では区民との対話の場などで意見を交換する機会を作り、今後の施策に反映させていきたいということです。